Google 翻訳を活用したホームページの多言語化について説明いたします。さいたま市のホームページにおいて外国人への情報提供を行っているページがこちらとなります。有料の自動翻訳として英語、中国語、韓国語の3カ国の言語を導入しております。また昨年ネイティブの翻訳により英語のホームページを作成するとともに優しい日本語のホームページを公開しました。さいたま市のホームページ以外でホームページを所管する課について今年2月に調査したところ200以上のホームページがあることが分かりました。またそのほとんどが多言語化されていませんでした。そこで今回の改善のテーマである Google 翻訳について紹介します。皆さんこのようにテキストの翻訳ができることはご存知かと思います。実は Google 翻訳の機能としてこのようにホームページのリンクを貼り付けることでページ全体の翻訳を行うことが可能となります。このように文字で表示されている箇所はすべて自動的に選択した言語に翻訳されます。また翻訳できる言語につきましてこちらに表示されておりますがなんと100言語以上の対応が可能となります。その他、翻訳がおかしい場合は、このように翻訳を改善するというボタンがあり、Google に改善を要求することが可能です。ここで学校のホームページで Google 翻訳を利用してみたいと思います。子どもは日本語を話せるけども、親が日本語を話せないといった相談が観光国際課にも寄せられます。ただし、この機能を使うことで外国籍の家庭にも多言語での情報提供が可能となります。また、この機能は PDF ファイルでも対応することが可能です。さいたま市のホームページにおいてもこの Google 翻訳を本年導入しております。このように文字列であれば全て翻訳が可能ですが画像のデータは翻訳ができないためホームページの改修の際などになるべく文字列で作るよう工夫が必要となります。気になる翻訳の精度ですが、外国人スタッフに確認したところ、有料の翻訳機能と比較しても遜色ないどころか、それ以上の精度とのことです。今年の5月に先ほどの市ホームページ以外でホームページを所管する各課へ Google 翻訳の導入を依頼し、改修費用がかかる場合などを除き、ほとんどのホームページで導入してもらいました。今回の事例を導入することで、保育園や学校、子育て、介護など様々な情報を費用をかけることなく多言語で情報発信できることとなりますので、大きな改善となることと思います。以上で説明を終わりにします。ありがとうございました。